マワインディアン部族のマンダン族、ヒダーツァ族、アリカラ族の近親三部族からなる自治体でノースダコタ州のフォートベルトホールド保留地にあり、ミズーリー三大提携部族と呼ばれる。伝統住居はアースロッジという巨大な土小屋でウィグワムやティピーを併用した。ミズーリー川下流域でトウモロコシなどを栽培し、バッファローを狩る反応反狩猟民だった。 彼らは、優れた農業と交易の文化を持っており、インディアンを野蛮人とみなしていた白人を驚かせた。天然島で、壊滅状態となる1837年までは、沼キ族と呼ばれた。1937年以後は、マンダン、または、メチュタハンケと名乗るようになった。マンダンは、ダコタスー族による呼び名で、スー族からは、マワタニ族とも呼ばれた。ヒダツは、 柳の意味、ミニタリ族とも言う。白人公益者からは、グローバントル族と呼ばれた。アリからは、鹿の角の意味。アリカリー族、特に、リー族と呼ばれる。彼ら自身の呼び名は、タニシュ、または、サニッシュで、どちらも、人間という意味。ルイスとクラークは彼らの事象として、スターラーヘの故障を記録している。 1823年ミズーリー川近くでアリから族の領地を侵犯した毛皮捕獲業者をアリから族が襲撃したことをきっかけとしてアメリカ陸軍のヘンリー・エイチ・レベンワース大佐が率いる230人の兵士と750人のダコタ族との間に戦が起こったダコタ族などの数族とアリから族は宿敵同士だった3人の白人と共に ワシントンを訪問した、マンダン、アリカラ族の6人の代表団アリカラ族は、敵対部族の数族に対抗して、インディアン石膏として、部族谷でアメリカ陸軍に雇われ、インディアン戦争で白人側に着いた。また、ミズーリ・川下流域の彼らの集落は、19世紀に、白人との交易の中心地として、 重要なポイントとなったが、農耕と狩猟を分業する判定住民の生活は、白人と、あまりにも、距離を持ちすぎてしまった。このために、薬病の影響をもろに受けることとなり、1837年に、白人の持ち込んだ、天然痘の流行によって産部族はほぼ、壊滅状態となってしまった。アメリカ合衆国連邦政府は1870年に、 ポートベルトホールド保留地を設定。禁煙部族である、この三部族を一つの保留地にまとめて、強制移住させ、三大定型部族と呼んだ。現在、保留地のほとんどは、ガリソンダム建設によりともない水没。水利用も制限されたことから、農業基盤は、壊滅状態となっており、最後の命綱として、インディアンカジノが、 解説運営されて、ほぼ唯一の産業となっている。また、三大提携部族は非営利団体、部族総合野牛共同組合の会員となっており、保留地にバッファロー牧場を設営し、その繁殖育成に取り組んでいる。ありがとうございます。